タック、ちょっと使ってみたかったなという気がするんですけどね。選挙に落ちますとね、あのジャンタックを持って、おもちゃのメーカーさんをたくさんお回りになったそうです。ただ製品にはしてくれなかったというやっぱりだったか。まあ今日日本一の技、そしてその日本一を目指す方たちがたくさん出てきましたけれども、見てるとその技そのものも確かに優れてるけれども、その生き方というものに学ぶところが多かったような気もするんですよね。そうですね、その輝きっていうのがやっぱり画面を通してこちらまで突き抜けてきましたし、そうですね、東京のね、コレクションっていうのがありました、あのサトルさんが世界一を目指して、その輝き、今バネがこうギュギュッとなってる輝きっていうのも今でしかない、そうね。だからまあやっぱ今日日本一を目指す人たちに共通していたのは、自分のやっぱり目的に向かって自分を信じて生きていくというね、この前向きな姿勢というところに学ぶところがあったような気がいたします。一流の料理人はどんな技と隠し味を使って美味しい味を作っているのでしょう。すぐに役立つお料理のコツ、隠し味の不思議に迫ります。どうぞご期待ください。